ウマ娘プリティダービー。トレーナーさん、こんにちは。ちょっと調子合わせて。人生とは予習。あなたとウマ娘のお話はとても興味深いですね。すげえ暇そうなやつがいるなって思ったんだ。私と出会えて、あんたの人生、あなたとウマ娘、人生とは予習復習の繰り返。レースにエントリーするのか。手加減はしないぞ。お、このゴールドシップ様を呼んだか。ダイワスカーレット、行くわよ。16番人気、15番ダイワスカーレット。結果を残すのは難しいかもしれませんが。行くわよ。晴れ渡る空の下行われる中山レース場、芝2500、レジェンドレース、16人の馬娘たちが挑みます。注目のダイワスカーレット、8枠15番での出走。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、オグリキャップ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは11番、4番、八重の無敵。期待通りの結果を出せるか。1番人気、オグリキャップ。第4コーナーカーブ、長丁場のこのレースですが、11番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは4番オグリキャップ、ここにいます。5番並んでくる5番手に12番、そのうち並んで八重の無敵。1個目のホームストレッチです。1馬身差6番、少し離れて14番、およそ5馬身開いてダイワスカーレット、内からメジロライアン、さらに13番、さらにその内からは8番、さらに内から9番、16番並んでくる、そしてそのうち10番、内を回って3番、11番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。1コーナーから2コーナーへ向かう。11番、快調に飛ばしていきます。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず11番、続いてオグリキャップ、少し後ろから4番、そしてその後方には5番、その後から6番、そしてその外から行ったのは八重の無敵。2コーナー回って向こう正面、そしてここで先頭はオグリキャップ。続きました11番、1馬身離れて4番、残り 1000m を通過。5番、4番手、それを見るように八重の無敵、すぐに続いて6番、外からメジロライアン、その後ろから12番、内の方から9番、それを見るように14番、その後3番、13番、並びかけてきた。その内並んで8番、その外並んで10番、後方2番手に16番、最後方ポツンと1人、ダイワスカーレット。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。メジロライアン食い下がる、オグリキャップ、速い速い、もはや独走状態。オグリキャップ、先頭はオグリキャップ、これは強い。残り200、オグリキャップ、足色は衰えない。これはすごい、オグリキャップ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。オグリキャップ見事に完勝。
レジェンドレースを制しました。2着にはメジロライアン、3着は八重の無敵。ダメ、もっと強くならなきゃ。手加減はしないぞ。